うまそう。あー、やっぱ溶けるか。溶けるけど。みんなの皆さん、こんにちは。私はナレーターズウェイン。しばちゃんです。はい、ということで、大量のミスドのドーナツ買ってきてます。ありがとうございます。ちょっといろんな種類を買ってきてるんですけど、はい、最近フルーツ飴流行ってるじゃん。はい。だからドーナツ飴を作ったら美味しいんじゃないかなと思って。なるほどね。でドーナツがツヤツヤにコーティングされたら絶対うまいと思う。で外カリカリで中はふわふわっていう。絶対うまいと思う。ただ飴がね大変なんですけど、はい、今回も頑張って、まあ、1時間ぐらいかかるんですよ飴作るのに、はい、頑張ってください。いやいつもね俺傍観者で何にもやってないですけど。やりましょうか。じゃあ、はい、チャンネル登録よろしく。じゃあまず砂糖を作りますか。はい。今回は失敗しないようにいつも一緒の感じでやりたいと思います。はい、水600、これ本当に一滴も狂わないでくださいね。厳しいね。じゃあまず500ね、これ。はい、まず500。はい、あと100ね。はい、入れました。で、水600に対して砂糖960。はい。これが1キロの砂糖なんで、こっからまあ400引きますか。40ね。40引きます。はい。ストップって言って。地道39、40。はい、ぴったり、はい、ぴったり。じゃあ960の砂糖を入れます。はい。やばい、一粒もこぼしてはいけない。厳しい。マジで一粒こぼしたら入れずに入れよう、飴っていう感じの。さあこれで、沸騰させていきます。はい。見てください、この量、この量です。半分ぐらいある。これね1時間かかります、マジで。でもその間ねドーナツつまんでればいいじゃん。なくなっちゃうよ。じゃあ弱火で、はい、いきます。はい、これでコトコト煮込んでいきます。はい、楽しみ。待ちます。はい。もう待ちきれないんでつまみ食いしますか。つまみ食いするかーい。まあ、チョコ系溶けちゃうから食べちゃおうかな。これドーナツっぽいな。もう映えなそうなの食べます。うん、これかわいいじゃん。こっちこれこれこれうるせえ。まあ、じゃあ好きなのでいいんじゃん。好きなのでいいんかい。ないな。ないんかい。じゃあ俺これ初めて食べてみよう。それ映えるでしょ。じゃあもう目つぶって内藤に指さしてもらう。はい、それを今食いたいから食う。それを半分に分けて。うん、まあ1個でいいか。1個ずつ食うか。あ、オッケー。じゃあどうぞ。はい、いきます。はい、はい、これ。うーわ、一番いいやつやん。うわ、一番映えるやつじゃん。超映えるよこれ。これサムネ用にやりたいからダメ。結局じゃダメ。あ、じゃあこれ俺いっちゃっていい。あ、どうぞ。じゃあこれいくわ俺。エンジェルフレンチ溶けちゃいそうなんでこれいっちゃいます。これ好きだわ。いただきます。いただきます。言い訳して食べちゃうだけだけどね。でもこれもう飴かかってるもんね。うん、飴かかってるから食べちゃうか。うん、これも飴かかってるしさ、これもなんとなく想像できるからさ、食べちゃう。全部食っちゃう。じゃあちょっと待ちましょう。はい。ということで、はい、1時間見張ってました。素晴らしい。ただこれ失敗するかもしんない。大丈夫だよ。大体1時間ぐらい本当にやってます。これ砂糖は失敗する可能性あるんですけども、失敗したら失敗したでいきましょう。大丈夫、君はできる。1時間を見てたんだから。ちょっと指突っ込んでもらっていい？なんでだ。ちょっときつね色ぐらいになるのがちょうどいいかもしんないですよね。なるほど。じゃあいきます。もうつけてって、うん、一瞬であげます。はい。チョコもしかしたら溶けちゃう可能性あるんで様子見て。オッケーオッケー。溶けた場合はもうかけていきます、これに。はいよ。じゃあまず成功しそうなやつから。じゃあちょっとつけます。でちょっと冷蔵庫で冷やしてます。おお、なるほど。つけて溶けないように。なんか剥がすやつ持ってた方がいいよね。一応割り箸も用意しとこう。多分ね、これで使うとそこからバチバチに固まっちゃうから、多分開かなくなると思うんだよね。じゃあちょっとこれも開けとこうか。オッケーオッケー。これはね、連携が重要。ちょっとこの動線ちゃんと確保しとこう。そうやね。じゃあ俺がこう上げます。で、ここで離す。じゃあ行きます。はいよ。はい、1個目。はい、両側に。両側に。うまそう。はい、剥がれる。はい、あ、オッケーオッケー。きれいきれいきれい。どう、固まる？ゆるい？ゆるいな、ちょっと。いつもと違うよ。確かにちょっと柔らかい感じになる。もうちょっと待とう。オッケー。見誤った。くそ、恥だ。さあちょっとまあ5分いかないぐらいやりましたんで、ちょっと再開したいと思います。先生お願いします。まあ、これでも固まってはいるんで。綺麗ですよ。うん、綺麗。いっちゃいましょう。はい、何いきますか。うわ、チョコレート。チョコいきます。いきます。はい。さあ一瞬くぐらせて、そしてすぐに引き上げる。いいんじゃないでしょうか。やっぱ溶けるか。溶けるけど。溶けるか。でも綺麗だね。やっぱチョコ系よりもこのやつってより。それもチョコだよ。嘘。本当。嘘でしょ。めっちゃチョコやん。どれいく？あのフレンチクルーラーとか系。俺これね、あ、いけるか。いけー。あ、いいよいいよ。いい感じいい感じ。やっぱチョコは溶けちゃいますね、予想通り。うん、そうだね。なんか本当油で揚げた直後みたい。うん。テカテカ。ちょっとこれ溶かしまって。オッケーオッケー。あ、こっちにこっちに。それそのまま置きたい。何を？これに置きたい。これに？うん。はいよ。そっちに置きたい。あ、こっちに。うん。はい、溶かして、これ帰ってください。はいよ、はいよ、はいよ。はい、こっち、こっち、こっち。あ、そういうことね、そういうことね。はいよ。さあ、ラスト。ラスト。
はい、はい、うん、全体的に綺麗だね、うん、テカっていい感じです。なんか美味しそう、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 いいテカリです。ということで完成です。じゃあ食べてみましょう。楽しみ。高評価してね。完成です。素晴らしい、宝石箱や。めちゃくちゃうまそう。キラキラじゃん。これ流行る可能性あるよ。ある。ちょっと食べていきますか。はい、まあいろんなの。キラキラしてるわ。うわ、うまそう。ポンデリング、うまそう。ちゃんとガチガチ。あー、いいね。いいですか。はい、いただきます。音が熱いか。いただきます。いい音。グッド。出た、グッド。ポンデリングってさ、もともとなんか飴っぽくない表面。あー、ちょっとザラメっぽいっていうかね。そう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 、うん、完璧。ちょっとこれ食ってみ。これ食ってほしい。これを食うのね。あの、ちょうどいい感じに薄く飴がついてんのよ。あ、マジで。じゃあ、いただきます。マジうまい。ポンレリンゴを2倍にうまく、2倍うまくした感じ。極上。出ました。めちゃめちゃうまい。あの、ポンデリングの良さ消してないよね。めちゃめちゃうまい。めちゃめちゃうまい。中がふわふわの方がうまい気がする。こういうのとか。いただきます。これ出していい。伝わりましたか、ミスタードーナツの皆さん。出していいそうです。これ中ふわの方がうまい。え、本当に。うん、俺これ大好き。あんまちょうどいい感じに薄くついてる。天才。天才だよこれ。これ出るよ、ミスドから。これとかちょっと小厚めに飴がついてます。いただきます。うまっ。うまっ。ポンデリングが一番合う。でも今までの飴シリーズで一番うまい。いや、全部食わせんじゃん。自分が食べて。ここここここ、チョコも相まってめちゃくちゃうまい。お手上げ。出た。いいよ、それが一番いい今んとこ。ほぼどんだけだけど。あのね、意外とチョコよりも普通のやつの方が合う。あ、ほんと。うん、これいってみます。うわぁ。じゃあこれ見ていいですか。いいよ、お上品に食べてる。ほんまにうまい。うまいね。あんた早く特許取った方がいいよ。ほんとに取られるよこれ。これもいただきます。うん、でも俺的には、うん、この中に詰まってるドーナツより、うん、ポンデリングとか、うん、ふわふわ系の方が好き。ほんとにふわふわにうまいんだ。これフレンチクルーラー。うーん、これもふわふわ系。でもさ、ここまでパリパリって今までないよね、ドーナツで。マジでこれいける。世界狙える。見てこの鮮やかな色。うん、合う。ドーナツと合うよ、飴。カリカリで、でも美味しいよ。誰？これいこうかな、じゃあ。うん、どう？お母さんがこれ出してきたら、一生ついてく。いや、一生ついてけよ。出さなくてもついてけよ、お母さんには。なんで裏切るんだよ。お母さん、反抗期なくなる。あんた、また飴を極めたわね。ポンデリング合体してるやつ。はい。飴とポンデリングは最強。うん。だからなんかポンデリングって餅っぽいじゃん、うん、だから餅を飴でコーティングしてるみたいな。パリッ餅、うん、うまっ。でチョコも残ってんのよ、うんうん、ちゃんと飴の下にチョコがあって味してて美味しいのよ。で飴ってそんな甘く感じないよね。はいはいはい。なんかドーナツの味はしてて、うん、食感を楽しめるっていう。犯罪だよこれ。ふわふわにも合う。ということで、まあ残ってるのはまあちょっとみんなで食べましょう、チームのメンバーで。うん、味うまい。結果、ミスドのドーナツを飴にしたら、うん、バチクソに美味しいでした。そして、渋谷くんは飴の天才です。修行しに行こうかな。ということで、はい、ミスドのドーナツで飴作ってみました。ぜひ食べたいと思ったらぜひ高評価ボタン、チャンネル登録お願いします。ミスドの上の方の方、ぜひご連絡お待ちしております。結構上の方の方流行るよね、これ。ぜひプロデュースでやりましょう。プロデュースで絶対売れます。めちゃめちゃ甘い。